おしゃれグルメ会の石井と申します、えー、今日はいいお天気ですけども、えー、実は今日は、えー、5月29日、えー、表参道で、えー、グルメ会の食事会がありますけども、えー、今回はマギアということでお誘いできなくてすいませんでしたまあ、あのー、グルメ会の食事会は、えー、表参道をはじめ銀座、六本木、恵比寿、新宿と、えー、東京の主要の店で、えー、開催しております 一番あの開催が多いのはやっぱし、お店がいっぱいある、うん、新宿になりますけども、その後は、えー、銀座、六本木、恵比寿という,ような感じになります。えー、まその中でも、えー、六本木の最近は六本木は多いんですけども、えー、マハラジャとか、えー、そういうところでディスコナイトやジャズライブと、えー、やることもあります。 ただの食事会だけではないので皆さん興味のある方は是非、えー、一度お試し参加してみてください、えー、ちなみに、えー、6月25日土曜日は、えー、通常の食事会ですけどもアクアリウムダイニングということでちょっとおしゃれなお店で、えー、水族館イメージしたお店でやりますので是非一度お試し参加をお待ちしております、えー、興味のある方はおしゃれグルメ会とアクセスしていただければ えー、ホームページがありますので、そこに詳細が書いて表示されてありますので、ぜひそれを見て、行ってみようと思う方は、えー、ぜひ、えー、メールをお待ちしております。ぜひ一度あなたの40代、50代の素敵な出会いがあると思いますので、お待ちしております。よろしくお願いします。石井でした。